まあ皆さんこんにちは。今日のライブをね、振り返りながら動画作っていきたいと思います。まずはね、これだね。まだね、iPhone 延命できそうですね。みたいな話があったんですけど、これ何かというと、一応ね、あの、選挙が終わって、今日の朝1ドル153円80銭まで上がって、まあ今結構下がったり1ドル152円70銭っていう感じですが、まあ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 、まあ、 結構ね、今日の相場に関して、買い取り価格に関しても、ま、iPhone16 Pro, Pro がだいたいプラマイゼロぐらいで変動なしですね。で、えっ、ー、とですね、データ見せると、こちら iPhone の買い取り価格になってます。ま、iPhone16 の普通のマつツ、ノーマルの1日版、ーはマイナス4800円。 2号ロはマイナス3800円。51ではマイナス19800円ということで。まあ、ここら辺は手を出す必要はない。プラスも無きなみマイナスって。やっぱりまあ、注目になってくるのがこの iPhone16 Pro の1、2波からですね。プラス1200円とか、3200円とか1200円とか、1TB とか、1200円とか。相場もちょこちょこ動いてますね。まあ、ここら辺に関しては、まあ、ゆっくり相場が動いてるっていう感じですね。 まあ、ポイントをもらうか、クレジットカードの決算が進むか、みたいな感じになるかなと思います。で、iPhone16 の ProMax。ProMax はやっぱ全体的に強め。ProMax の2頃がプラス2500円今日上がってて、7200円。ProMax512 がマイナス6000円。これ結構下がりましたね。マイナス6000円ね。iPhone16ProMax の 1TB12700 円。ここが一番強いのかな。 まあなので、ここら辺がね、今そういう相場になってますんで、まあこれを加味しながらどうするか。まあうちのメンバーさんはね、iPhone、まあね、これ別に合法的ですからね。別になんか違法なこともしてるわけじゃなくて、普通に Apple Store から買って、普通にね、これぐらいの価値があるという形なんで、やっぱり今は、この9月10月に関しては iPhone の相場をずーっと持ったと、一度もトントンなることなく、マイナスにもならず、 本当にね、よく相場持ったかなと思います。やっぱり円安ドル高、ドル円とやっぱ関係するんで、ドル円の関係性見てみましょう。こちらドル円のチャートになります。まあ、いくつかのね、まあ、チャートこれ5分はし、ちょっと上見切れてるんですけど。まあ、こちらが1時間しかなで、マックス153円80銭ぐらいまで上がりましたね、今日ね。で、その後ぐーっと落ちて、今152円68銭とかでうろうちょろしてると。 まあ一般的にはこれ4時間足しなんですけども、こんな感じで一回下がって上がって、まあ上昇トレンドは継続中なんで、まあ上がっていくとは思うんですが、一旦今押し目というかね、一回調整中で、このまま下がる可能性もあるし、上がる可能性もあるし、可能性としては上がる方が、まあトレンドに乗ってるって意味では、まあ上昇トレンドに乗ってるんで、上がる方の確率の方が高いと。これが下落トレンドだったら、 あのー、やっぱり iPhone の買い取り価格も下がりやすいとかね、為替の差が出にくいとかあるんですけど、今、上昇トレンド中なんで、まあ、一般的に言うと、まあ、どん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 ドル円が上がっていく傾向、下手したら160円とかも狙える、今、153円や80銭、ここを超えてきたら155円とかもね、つけてくるんじゃないかなと思います。なので、今の相場に関してはこうなんで、まあ、ドル円と密接な関係性がありますので。 まあそういうところを見ていきながらね、対応してもいいんじゃないかと思います。あとはね、今朝のコメントに戻りますけど、このね、48%の人はね、選挙に投票しないとか、あと、じいさんばあさんが一番切れてる可能性とかはね、結構、G3 さんさんね、お金にシビアなんじゃないかなっていうの、意見もありましたね。まあ、やっぱり、裏金議員のき並み落ちましたね。で、円高に行っちゃうかなと思ったら円安に行ったんで、個人的には、まあ、嬉しいなと思ってます。 あとはね、11月の中旬ぐらいか、まあ、来週の火曜日ぐらいか、またこう大統領選挙が出てくるんですよ。アメリカの大統領選挙が来て、このドル円が上下するんで、このドル円が上がるか下がるかで、またこの iPhone の相場が変わってきますし、あの、11月11日には独身の日ってことで中国の方で、あの、たくさん商品買われるんで、そこで結構 iPhone 上がってくるんですよね。だからまあ一応今週、来週ぐらいが、まあ一旦、 トントン、ここでトントンになるんですかね、例年だと。ここが勝負かな。で今週来週のところでどうやって過ごすかっていうのが大事かなと思います。一応ね、トランプさんはね、過度なら円安ドル高はあんまり好ましくないみたいなこと言ってるんで、トランプなら円高の可能性は全然ありますね。まあだから、ハリスさん勝ったら上に行くのかな、トランプ勝ったら下に行くのかな、一応そんなイメージは持ってます。あとね、あの、これもあったんですね。 会社で選挙の話をしたらほとんど投票行かないって言われてびっくりしましたって話なんですけど、あのね、まあ今日政治の話はしないようにっていうことで何も喋んなかったですから、うちの後輩たちも誰も選挙の話してなかったですね。皆さんの職場どうなんですか選挙の話ってどうな、出てるんですかねやっぱ職場でね、政治の話ってしづらいですよね。まあする意味もないと思うし,し、まあしてもいいと思うんですけど、まああんまりね、その人の心情とかに関わるから、 まあ、選挙の話だったり、まあ、もちろん iPhone の話もしませんけど、まあ、いろいろね、政治ってのはデリケートだなと思います。あとね、この選挙の判件とか持っていくと、あの、ね、もらったり、あの、選挙しましたって証明書持っていくと、野島で選挙割で、あの、ポイント割引になってますが、あの、ね、この福人間さんって方は、野島で買うものなかったって言ってますけど、あの、やっぱそういう、ね、野島面白いですよね。その選挙に対して、 インセンティブを与えるみたいな、そういう選挙行きましょうみたいなのはすごい面白いかなと思いました。うちのメンバーは結構ね、こうやってね、今日プロマが2台届きますとか、昨日4台届きましたとか、結構ね、教えてくれるんで、こういうのはありがたいですね。あ、みんなのこの iPhone の届き具合とか、あとこう、買取屋さんに出した時に、買取屋さんの入金情報だったり、出入りのところに関しても教えてくれるんで、結構ね、こういうライブは貴重かなと思ってます。あとはですね、この、 マリボ行けましたってことで、まあ一応マリオットボンボイのクレジットカードが結構ね、審査絞ってたりとか、あの、外れ、外しましたとか落選しました人って結構多いんですよ。やっぱり、その人の属性だったり、収入だったり、あと誰から紹介したかってのも結構大事かもしれません。一応私から紹介した分で、まあ6、7割ぐらいかな、6、7割は通ってるんで、まあそれが強いのか弱いのかちょっとわかんないですが、 まあ少なくとも、まあ大、大体、半数以上の人がね、紹介でマリオットを通ってますから、まあ、このマリオットとかをね、もう使ってね、マリオットポイントとか貯めて、まあ、マイルにしたり、旅行したりとか、こういうのは、あの、ぜひ、も,もしかしたらもう来年にはないカードか、あの新規募集停止するカードかもしれないし、まあ、やるかもしれないですけど、少なくとも今審査厳しくなってるのは確かなんで、まあ、やれるときにね、こういうのはやった方がいいかなと思います。 あと最後に、ちょっと自分自身の無知なんですけど、このね、オリーブプラチナかな ?500 万決済で3%なんで、これね、ちょっとどうしようかなと思ってたんですよね。まあ確かに3%強いし、これはやった方がいい。500万、そうですね。今、マリオットで400万決済ね。僕自身もそんなにガチプレイヤーじゃないから、なんとかオリーブに関しては、あの、10月までのね、毎月10万円積み立ての、 まあ一応5%バックみたいなやつでまあそれで十分かなと思ってたんですけどまあ3%積み立てかとかちょっと思ってるんで今ねそれに関しては検討してるというところです、まあ、こんな感じでね毎朝ライブで皆さんに教えてもらいながら僕も楽しくライブしてますんでぜひ、えー、ライブまだ見てないなとかそういう方はですね遊びに来ていただけたらと思いますご視聴ありがとうございました